ユハ・ハンリ・バイニオ、または、ユハ・バット・バイニオは、フィンランドの作詞家、歌手、作曲家、教師。バイニオは2400以上の歌の作曲家または、作詞家であり、サウボプフティラ、例のヘリスマー、ベックシサルミと並ぶフィンランドの多作な作詞家として、知られる。バイニオは短期間、キュメンランタ小学校の教師を務めた。バイニオは1960年代初期から作曲を、 はじめ、死去するまで作曲を続けた。出身地のことかのほか、ヘルシンキとエスポーにも数年間住んだ。晩年には、スイスのグリオンに住み、1990年10月に、心臓発作で死去した。死後、ヘルシンキにある家族墓地で埋葬された。バットという別名は、ソロデビューシングルのパラスラウタランカイウフテュエの歌の名前から取られたものであり、 単独では使われず常に、ユハ・バット・バイニオと名前の一部として扱われる。ユハ・バイニオと母のカーリナ、1940年代。ユハ・ハンリー・バイニオは1938年5月10日、タウノ・バイニオとカーリナ・バイニオの長男として子とかで生まれた。彼は、幼年期の大半を、イマトラの部屋船に塚で過ごした。また妹に、マルヤが、弟にマルックがいる。 バイニオの祖父エミル・アライアンスキは20世紀になって、すぐに名字をバイニオに変えた。バイニオの父方の家族は多くの運動員を輩出し、母のカーディナ・バイニオも運動員の経験があった。父のタウのバイニオは1937年にバイニオと婚約した後、ブオクセンニスカで、シロマモル軍の地方首長になり、高骨官として知られた。 カーリナ・バイ・ニオは中学校を卒業しており、タウのバイ・ニオも義式としての教育を受けた。子供時期のユハ、バイ・ニオは歌唱を愛し、隣人たちもたびたび彼を招いて歌わせた。1939年に冬戦争が勃発した時にはユハがまだ1歳だったため、事態を知るには若すぎた。父が予備軍の大佐として戦争に参加すると、ユハは 母と共にコトカの目空に映った。ユハが成長した後に覚えていたことは、空襲警報のサイレンと人々の緊張だけだった。一度戦争よりも、隣人の女性の方が怖いと述べたが、戦争が彼の心に傷跡を残したとも述べた。彼のセラスタエラマオンというアルバムの歌、エランダネンソタベテラーニにも、そのような感情が含まれた。コトカが港町であり、 空襲をよく受けたため、ユハと母はたびたび避難する必要があった。避難するときは母のいとこのとこに泊まることもあり、ユハはそこで母のいとこで、オッリミエティネンと知り合いになった。二人の年齢差は6歳だった。代わりナ・バイニオ唯一の兄弟マウノは戦死した。1945年、バイニオ一家は、メツオラの一軒家に、転居。1950年には、 ことかの中心地であることカンサーリに、再び転居した。ユハ、バイニオは後に幼年期の、最も素敵な時期は、メソラに住んだ時期であると改装した。彼はそこで4年年上のネストリミイクライネンと出会い、ミイクライネンは、後にバイニオの、歌髭の生えた独身者に出演した。バイニオはたびたび友達と、ことかこうで過ごし、その後も一生を通して、海を好んだ。ユハ、 バイニオは先天的な心臓病を診断された。この病気により彼の唇は青色になったり、急性な窒息を起こしたりした。彼は1949年初に心臓手術を受けた。同時期には母が結核を患ったが回復した。ユハは初はめ手術が大型だったため大人の病室に留め置かれたが、後に回復のために児童病室に移動された。 やがて彼は退院して、家に帰り、病気から回復した。優派、培養の教育は初期にはうまくいかなかった。彼は、学校で挫折して3週間不登校になった。小学校の後、コトカのギムナジウムに進学、一家は同時に、メツラから、コトカンサーリに転居した。学生時代の親友は2年年上のリストティソ、バルユスであり、二人とも、 ことか、ギムナジウムの合唱団で歌った。ギムナジウムでバイニオの音楽教師になった、アルボバイニオはその大きな花が、漫画キャラの、ユンヌに似てるから、ユンヌというあだ名をつけられた。その後、教師と同じ名字だったことからユンヌというあだ名がユハ、バイニオにつけられた。15歳の時、バイニオは作家になると確信していた。彼は詩についての本を読んだ後、詩のルールを学んだら、 それを破るのは簡単であると述べた。ギムナジウムで書いたエッセイにより、ユハに作家としての才能があることが明らかになった。しかし、バイニオの教師たちは時には彼の文章について複雑な気持ちになったこともある。例えば、バイニオが書いたとある陽気なコラム風記事は教師にエッセイとして採点できないとして、結局採点はなされなかった。 エッセイはユハの強みだったが、彼にとって学校は退屈だった。彼は退学を考えたが、校長に説得されて、意を翻して転校。後に、友人のリストバルユスも、同じ学校に転校した。結局、バイニオが好成績を出した学科は歌唱と、スポーツだけだった。1957年頃、バイニオの家族は、コトカの中心から、港の近くに転、転居。 数年後には、シベリウクセンプイスと近くに転居した。ユハ、バイニオは、手術を受ける前は心臓に病気を抱えていたが、彼は手術の前もその後もよくスポーツをした。彼はことかで人気なスポーツであるサッカーと、バスケットボールを好み、またティソバルユスと共に、総高跳びを練習した。心臓の手術の後、ユハの健康は悪化したが、スポーツをすることで解放に向かった。 1957年、フェンニアというレストランにいるユハバアイニオユハバアイニオは1950年代、中期に音楽に興味を持ち、ミュージシャンと交流し始めた。当時、コトカにおけるジャズ音楽の中心地は、フェンニアというレストランであり、ケイヨライティネンや、バイニオの母のいとこオリディミエティネンなどがそこで、演奏した。バイニオは、当時21歳未満で未成年者だったが、 彼はレストランに潜り込むことに成功。そこで自分が書いた歌詞をミュージシャンに見せ、たまにはピアノ演奏を許されたこともある。バイニオは後に、当時の友人たちが、バイニオはいつでも人もんなしであると覚えていたと回想した。やがてバイニオはだんだんと飲む量が増え、友人にアルコールをねだることもあった。1956年末、バイニオは、 ミュージシャンの友人で3歳年上の平気カウピネンの隣に住んだ。彼はドラマーのエル・キリーカネンとも知り合いになった。バイニオは友人たちとは音楽の趣味が違い、オッリ・ミエッティネンとレイオレンポタニはジャズを聴いたが、バイニオはシュラーガー音楽を好んだ。バイニオは後に自身が書いた歌詞で多くの友達を名指しで描いた。1957年、 フィンランドの徴兵制に基づきバイニョはフィンランド軍に徴収された。彼は当時19歳でギムナジウム卒業の前年であったが職を探してからにしたかったためマテゥーラ直後に徴収に応じることはしたくなかった。そのため彼は翌年ギムナジウム卒業の年の春に友人のペッカと共にパリへ休暇に行った。バイニョは1959年春に マテューラを合格する予定だったが、スウェーデン語の試験に落ちて、秋にようやく合格した。ユハ、バイニューは、フェンニアで後に妻となるタイナカウコネンに出会い、タイナが1960年初に解任すると、ユハの両親はユハを叱り、その結果ユハと、タイナは1960年夏に急遽結婚、同年10月には、息子のイルカを設けた。その後、1961年に、 サミオ、1963年に、カレオ、1967年にカピを設けた。二人は、はじめユハの両親の家に住んだが、ユハがヘルシンキで進学するとそこに転居した。彼は、ユーススコーネリナン高科キュール、続いて、オパトージェ高科薬流に進学、そこで卒業した。ユハ、バイニオは、ユラパー小学校で高学年を教え、学生たちから、 ユンヌの愛称で呼ばれた。彼は朝に学生たちに参加ではなく童謡を歌わせるなどリラックスした驚愕法を採用した。学生たちはバイニオと一緒に食事をしたりテレビを見たりすることもできた。1964年には兵役に着くために一時学校を開けた。すでに作詞家としていくらかの名声があるバイニオは兵役についていたとき、 カルヤラ旅団の訓練家の歌詞を書く仕事に就いた。バイニオは1964年秋、26歳で、兵役を終えた。年老いた密、輸入者ライティネンという歌に登場するライティネンなる人物は、ケイヨライティネンにちなんで名付けられた。左は、ユハバイニオ。バイニオの音楽は、タピオラ・ウタバーラ、ゲオルグ・マルムステン、ヘンリュ・トヘールの影響を受けた。彼は、 プロのミュージシャンになるべく、音楽をするための訓練を受けた。彼は、友人のバンドのために歌詞を書き始め、これらの歌詞は彼にいくらかの名声を与えた。バイニーは、曲も書いたがある時には作詞家であり、彼は発表された歌だけでも2400曲以上、手がけており、そのうち大半は他人により録音され、彼自身は作曲家作詞にしか関わらなかった。 バイニオが作詞した多くの歌は、トイ・ボカルキが作曲した歌であった。彼は、外国の歌でも人気なものはフィンランド語に翻訳したが、翻訳作品はロイヤリティをもらえず、固定金額の給料しかもらえなかったためやがて、翻訳をやめることとなった。バイニオの音楽障害が始めて間もなくの頃、コメディアンのスペデ・パサネンは、バイニオとその友人に、 ルルヤンシリーヒというラジオ番組で演奏するよう求めた。バイニオラのバンドは同意した。その後、パサネンがラジオ番組からテレビ番組に移ると、バイニオたちもそれに従った。バイニオたちは、パサネンのスペデンサルーナや50ピネタミヌーッティアで演奏した。友人のエルキリーカネンの助力を借りて、バイニオはレコード会社フィンディスクとの取引に成功。 1964年にデビューシングルのパラス、ラウタライカ F2A を出した。バイニオは同時にバットというあだ名を得て、それをデビューシングルのカバーに印刷した。バイニオはカトリヘレナなど他の歌手や音楽家のために歌詞を書いた。1965年、バイニオの両親と弟や妹がヘルシンキに転居、同時にバイニオ一家がエスポーに転居。 そこに25年以上住んだ。1966年、親友のオディミエッティネンが34歳で死去した。バイニオの歌ミスタロユダン・ユスタバン、マーナン・タイタン語は、バイニオが兵役に着く前の1963年に、カトリ・ヘデナによって録音されていた。バイニオは、軍から離れる前に作曲家、音楽ジャーナリストのサウボ・プフティラで知られていたと、知り合いになり、プフティラは、 バイニオに、フィンランド国へ放送が、作詞家を探していたことを教えた。教師の職を辞めたかったバイニオはすぐに、ミュージシャンのレのノマルクラと共にサクールとパイワーン、予解声援を創作、エーノグロンが歌った結果この歌はヒットした。バイニオは、虫一気ファゼルで働いた給料をもらいつつ、自分の歌も書いた。彼は、国際でヒットした歌をフィンランド語に翻訳した。 例としては、ダニーのピーロパイか、ザ・ファーストがブレイクした作品に留めにヘルモトなどがある。バイニオはスタジオでの録音にたびたび遅れ、バンドや会社を怒らせた。バイニオは30歳の時、最もよく知られる、翻訳作品の一つであるフレディのコルマスリニアに、沿って戻ってくるを書いた。他にもビートルズのペニー・レインを翻訳した、ペペ・ビルベルグのローペギーも成功を収めた。 バイニオが翻訳した歌詞では舞台をヘルシンキとしたが、彼が歌詞を書いた時は、実は、ことかのことを考えていたと言われている。他の歌手のために歌を書くほか、バイニオはソロ歌手としても有名になった。彼は自身の歌を数曲作曲したが、自身を歌手や作曲家だと考えたことはなく、作詞家としか考えなかった。彼はまずペルティ・メツァリンネのオーケストラと共に、 フムイコールブーを録音した。彼が最初に録音した歌には1964年のヨスベイン最新なスタハンピンタカイシンと1965年のスーラ、スーラ、エナムマンスーラとジュホネスタンジットであり、いずれもバイニオのデビューアルバムユハバットバイニオに収録された。1960年代中期バイニオはセレノンウォル、ビープリ、 トゥリスキ・タピコ・ヨーロンとエリック・リンドストロムとの共作、エロウットヘルシングンで成功を収めた。しかし、フィンディスクがスカンディアム・市域に売却されると、バイニオとリンドストロムの共作も終結した。バイニオは、直後にサウッキの紹介を受けて作曲家のヤーッコ・サロと知り合った。作曲家、トイ・ボカルキが1965年1月に、それまで一緒に歌を作った作詞家、 例のヘリスマーを失うと、バイニオは作詞家として、カルキと共に歌を創作するようになった。1960年代末から1970年代初期にかけての有名な歌には、スオミコールローチと1971年にリリースされたマトカラカスタヤだったが、後者は批判にあった。バイニオのアルバムのうち初期のものは、シングルのコンピレーションだったが、1972年には、 初めて、スタジオアルバムを録音した。このビーサリ・バラハターというアルバムには、カウニッサーリという歌が含まれているが、バイニオは音楽障害の中で数回カウニッサーリを録音した。カウニッサーリは次のアルバムトゥリン、ナイニア、ソイティンにも含まれた。マトカラカスタヤもビーサリ・バラハターも初期に発表された作曲だったが、バイニオが、 精力的に作曲するようになるのは1970年代末のことだった。1966年、バイニオは、ベクシ・サルミとアーウィングッドマンと知り合いになった。バイニオ、サルミ、グッドマンの3人は、カンソルミとカンサ・ハリアーというサマーツアーを行ったが、バイニオは、アルコール中毒で演奏できる状態になかった。1968年、バイニオとレイヨタニは、 ユハバットバイニオとレイヨタニというシングルのコンピレーションアルバムを発売した。このアルバムにはバイニオのカオヘアカンクネンと年老いたツ輸入者ライティネンが含まれているが、いずれもとイボカルキとの共作である。そのうち後者はバイニオの親友系をライティネンにちなんで名付けられた。1970年にはグンナル・マットソンと共に小釣りを書くようになった。 バイニオは1970年代初期に再び教師になった。彼は全ての学生にあだ名をつけ、学生たちもバイニオユンヌと呼んだ。彼はかなり非正規な懲罰を使用する傾向があったが、全体的には学生たちとうまくいった。遅刻することが多く、書類事務を未完成のまま放置する癖もあったが、バイニオは教師を辞める直前に学生たちに感謝して、 学生のために遠足を計画した。ユハ・バイニオ、エーノグロンとオラビビルタと共に、1965年撮影。時間が経つと共に、バイニオはだんだんと大酒飲みになった。1960年代末には、グンナル・マットソンやアッテーデ・エロと共に、タピオン・トヨッピをよく通うようになった。彼は飲むものがなくなることに備えて、ヒップ・フラスコを持ち歩くようになった。 バイニオが飲むようになったのは、家庭関係の悪化が一因であるとされている。彼の多くの友人も大酒飲みだったが、彼は大酒飲みという問題があるにもかかわらず常に脳機内に歌詞を仕上げた。1972年、バイニオの友人へ、一気、カウッピネント、レイヨタニは1972年にアルコールをやめたが、バイニオははじめその決断が変であると考えた。 1970年に、ベクシサルミが、ファゼルに雇われると、バイニオとサルミはたびたび一緒に飲むようになり、二日酔い、しつつ職場に来ることもあった。バイニオは一度広告用の歌の歌詞を仕上げることを、忘れ、納期が来た時には二日酔いで働ける状態にないため、サルミが代わりに歌詞を書き、結果的には、バイニオの曲にサルミの歌詞という形になった。1970年代、 バイニオはさらに酒を多く飲むようになるが、彼の両親はそれをやめさせることができなかった。バイニオはベッドの下にアルコールを置かない限り寝ないと報じられており、常にアルコールを1ボトルを持ち歩いていたという。バイニオはやがてこの状態が永遠に続くわけにはいかないと気づき、1975年夏にはアルコールを完全にやめることを決めた。バイニオの禁酒は、 サッカー選手のカイ・パハルマンに助けられており、パハルマンはバイニオにまだ生きていることが驚きであると述べた。1975年末、バイニオは4ヶ月間禁酒したが、再び短期間飲んだ暮れになり、1976年1月にはようやく完全に禁酒した。バイニオはオスもオスクカネルバなど数年前に禁酒した友人の指示を受けた。 バイニオの友人の一人エノクロンもバイニオに習って一年半後に禁酒に成功した。バイニオは絶対禁酒者とは呼ばれたくなく、自身をアルコール依存症から回復したものとして考えた。禁酒した後のバイニオの歌は、より真面目でより感情的になったが、ユーモアに満ちた歌詞も書き続けた。バイニオは禁酒したが、彼は他人が酒を飲むことには寛容であり、 友人が酒を飲んでも一緒にいることができた。彼は友人が訪れてきたことに備えて家にアルコールを準備した。また歌詞でもアルコールについて議論するようになった。しかし、禁酒は家庭関係を解決したりはせず、大ナとは結局離婚した。離婚した後、培業の生活が少しずつ変わるようになった。 創作では1970年代末と1980年代には、さらに多作になり、作詞の他には作曲もよくするようになった。彼は、ベイッコサムリとヤッコサロと共作することが多く、サロはバイニオが書いた歌をアレンジするようになった。1976年、バイニオの鑑識ーミ味や、クーレミーンというアルバムに収録されているヤボル、ヤボルという歌は、歌詞でのラップランドに行く。 ドイツ人旅行者への評論により批判を受けた。このアルバムには、感情的な M、アスコーン・ヌミスプボンやプレイボーイ 60V、スオミ・コール・ローツやタス・ラプサダン・マイセミーンなども収録されている。バイニオは1970年代初期に、いくつかの作曲を発表したが、精力的に作曲するようになったのは1970年代末のことだった。彼の初期の作曲には、 マトカラカスタヤやビーサリバラハターがある。また、1970年代末の歌のうち最も人気の歌は、カユン・アホンライターというアルバムに収録された同名の歌だった。バイニオはすでに禁酒したものの、たまにはアルコールについての歌を歌うこともあった。バイニオはより感情的な歌を書くようになり、この傾向は次のアルバムであるアルバトロシア・ソルサで明らかになった。 このアルバムには、バイニオの、最もよく知られている、歌の一つであるアルバトロッシが収録されており、この歌の主題は、失われた、若さである。他にも、タピオラ・ウタ・バーラから着想した感情的なアップテキン、オビコロ、そして、パナマン・コンスリ、クン・エム・ルペシン・ワ・パモンなどが収録されている。1976年、バイニオは下品な歌を数曲書く仕事を引き受けた。 これらの歌は後にカセットテープでリリースされている。バイニョーは一部の歌を書き、歌ったが、他のミュージシャンと共にカナを使用した。バイニョーのナは、ユンヌカイホミエリだった。これらの歌のメロディは、多くが著作権の切れた歌に基づいていた。例えば、クミローペは、民謡の老母ローペを愛説にしたものであった。1979年には再度同じような仕事に参加した。 これらの歌は1992年と1997年にパホージェン・ポイキエン・ラウルーヤ12とポルのオーペラパホージェン・ポイキエン・ラウルーヤ3というシングルの歌を合唱した。このシングルの B 面はエロマーが独唱するポッカナやパイカラーンである。続いて1983年にはセライ・スタ・エラマ・オンというコンピレーションアルバムが発売されバイニオ自身が録音した。 最も有名な歌が収録されている。1985年のエラマーやエロティーカーは、バイニオンが完成した、スタジオアルバムのうち最後のものとなり、アレックスやヤーン、ハイスカセンコンサクンハイロティン、ユーキシナナンサーニプと付き合い、二人は1981年12月27日に、クーサモで結婚、1983年に娘、スビを設けた。 二人は1980年代以末にスイスに転居した。1988年、カトリフ・ヘルナ、エーノ、グロン、パベ・マイアネンなどがバイニオの50歳の誕生日を祝ってコンサートを行った。バイニオが子供の頃に患ずらっていた心臓病は1990年に再発した。彼の妹マルヤはバイニオがたびたび手を心臓の上に置いたと記憶している。 バイニオは遺言状を準備した。バイニオが友人の作曲家ベイッコサムリとフロリダ州に向かっていた時、飛行機の中でトイレに向かったが、乗務員たちがすぐに医者を探すこととなった。バイニオは心臓病の薬をポーケットに入れていたがとローチと混ざっており、彼は間違って薬を飲みすぎて心臓の鼓動が遅くなり始めたのだった。幸い、とあるスチュアーデスの起点で、 バイニオは王として助かった。バイニオは1990年10月12日に最後のパフォーマンスを行い、1990年10月29日にスイスのグリオンで心臓発作を起こし、妻の見取る中で死去した。52歳だった。ブベイで葬式が行われた後、バイニオの遺体はフィンランドに運ばれて、ヒエタニエミ墓地の家族墓地で埋葬された。 バイニオは死去の前日にアイスホッケーのコーチユハにタンミネンと知り合いになり彼の家族と食事をした。タンミネンによるとその時のバイニオは元気だったという。彼は翌週にフィンランドの新聞を読んだ友人からバイニオの死を知った。バイニオが晩年に作っていたレコードは1991年にスカンディアからビースキュンピセンビーストとして発売された。そのうち バイニオにとって最も重要な歌は1970年代初期に録音したカウアン失点だった。バイニオの晩年、彼にとって最も重要な合作者はプロデューサーのヤッコセロだった。ユハ、バイニオの最もよく知られたあだ名はユンヌとユハバットバイニオである。ユンヌはユンヌバイニオのように生と一緒に使われることもある。ユハバットバイニオという名前はいくつかのアルバムで、 使われ、公的でもよく知られている。しかし、バイニオの友人は、バットを全く使わなかった。彼らにとって、ユハバイニオは、いつまでもユンヌである。バイニオが使ったことのある筆名は、ユンヌ、ユンヌカイホミエリ、ヨルマコスキ、イルカラハで、ミルヤラハで、キルシスニラ、平イキイルマリである。ユンヌカイホミエリという筆名は1970年代末の、わいせつな歌で使われた。 ペーテル・フォンバグフは、バイニオが、アーウィン・グッドマンよりも先に1 9 6 0年代の、フィンランドにおけるユーモアに満ちた歌の作曲を始めた、ため、バイニオをこの風潮の先駆者と評した。プロデューサーのヤッコサロは、バイニオが酒をやめると、その事業の新しいスタート地点に立ったとコメントし、バイニオの記述からその歌は、経験に基づくものであるとも述べた。作家、 映画監督のユッカ・ビルタネンによると、バイニオは歌詞と音楽を同時に創作することが多いという。この傾向は、ヒゲの生えた独身者の歌詞が自分の結婚式で踊ったことのない年寄りの独身者について述べた一方を、歌がワルツとして書かれたことから明らかである。ビルタネンはバイニオの仕事が早いとした一方、バイニオにとって作曲は常に難しいことであるとした。 バイニオが酒をやめてからも歌の創作が容易になったことはないが、より感情的にはなるという。バイニオは青年期にサッカーとバスケットボールをよく遊び、その後もよく試合を見に行った。彼はレイヨレヘトビルタが作曲したアイスホッケーチームのタンペレーンタッパラの応援歌、タッパラ・オンテラスタの歌詞を書いた。タッパラのマネージャーのミッコ・ベストベルグは、 バイニオにチームソングを書くよう求め、歌詞にタッパラは鋼鉄製と大麦パンを入れることも求めた。タッパラオンテラスタの歌詞を書いた後、バイニオは一生タッパラのファンになった。バイニオは海が好きであり、航海を好んだ。彼はよく家族と友人を連れて航海しており、1987年には妻のピルッコと共にエステルスカルで島を購入した。 彼の後悔好きは、ラッセモルテンソンが作曲した後悔以外のことは、意味がないという歌で見られる。バイニオの死後、多くのトリビュートコンサートが行われ、2008年5月には、誕生70周年記念イベントが行われた。バイニオの友人で、ソングライターのユッカビルタネンは、バイニオが書いた歌に基づきアルバトロシア、ヘースカネンという儀曲を書き、1992年に、 バイニオの出生事故とかで初演された以降広く再演された。2004年のフィンランド映画ケイザリクンタは1950年代のバイニオとその友人を描いた。サッカーへの優派、バイニオ賞は1991年に始まり、毎年フィンランドの傑出した作詞家に3万マルッカを授与した。また1994年12月にはユンルン・ラウルセウラというクラブが成立。 バイニオの友人経由ィネン、ペルッティメザリンネ、レイヨタニがクラブに加入した。このクラブは、ユンルン・ラウルリパスの1と2という2冊の本を出版した。バイニオの作品は、フィンランドのポピュラー音楽で影響力を持ち続け、一例としては、ベサマッティ・ロイリが2003年と2004年にそれぞれ出したバイニオのカバーアルバムがある。 アイニオが録音したすべての作品は2008年のボックスセットレゲンダン・ラウルト・カイッキ・レビュー・テュクセット1963から1990に収録され広告用のジングルわいせつな歌と付録の本も含まれたボックスセットと共に発売されたレゲンダン・ラウルト -48 メスタリテオスタはスオメン・ビラリネン・リスタのアルバム部門2位に上り詰めたユハ バイニオの息子イルッカ・バイニオも音楽業界に入り、プロデューサーとソングライターとして働いた。バイニオの作品のみ収録したのはジュハ、ワット・バイニオの一作だけだった。ありがとうございます。